投資信託で注意する3つの点。はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は投資信託で注意しなければいけないこの3つのポイントについて、初心者の方がねこう見てすごくね勉強になる動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。初心者向けの動画ですので、結構投資ね詳しい方、長いこと投資されている方、こういう方はね、今日は本当に飛ばしていただいて大丈夫なので、初心者の方が、特に注意して、見てほしいっていう僕からの、メッセージがあります。はい、ということで本題に入っていきます。よろしくお願いします。投資信託買われてる方今あんまりいないかな。昔は投資信託はすごく、流行ったのかもしれないんですけど、今はあんまり投資信託されてる方っていうのはね聞きません。特に30代いませんいないって言ったらお前30代だろうとか言われるかもしれないんだけど、30代で投資信託やってる人いないですね。正直言って僕の周りでは全くいないです。結構ね真面目系のあれなんで、投資信託いないですね。株もいないね。基本的に今の若い人は投資しないんですよ。今の30も40代もそう同じなんだけど、やりません。だから投資信託とか投資やってる人っていうのはもうね、大体50以降の人です。なので、これから投資をやりたい人とかね、そういう人たちもぜひね、見てもらえればと思います。で、その3つのポイントなんだけど、次のスライドにちょっといきます。それがこちらです。まずポイントって3つあるんだけど、1、どこで買う。2、どういう商品を買う。3、コストはどうか。この3つなんですよ。で、もうこれでもう結論と答えがもうセットになってるんだけど、1、どこで買うかっていうんだけど、これ皆さんどこで買ってますか？これから買おうと思ってる人、どこで買おうとしてますか？これね、銀行はダメなんですよ。銀行は、高い商品をね売りつけられちゃうんで、銀行は絶対にやめてください。絶対にダメです。銀行のね投資信託ってコストが高いんですよ。本当に例えばね、誰かが銀行にね投資信託したいですって言って、そういう運用のね方窓口が、専門にあると思うんですけど、どこの銀行でも大体ありますね。地銀の超田舎は分かんないですけど、東京都内23区、あと、東京の田舎の方とかね、埼玉、千葉、神奈川、この周辺の、都心に比較的近いところであれば、大体ね、その銀行の中にその普通の業務するとこと、資産運用、を取り扱ってる人たちって言って、専用のブースがあったりするんだけど、郵便局でもあるかな、最近。駅前のとことかになるとね、郵便局でもこう専用のブースがあったりするんだけど、どこで買うかっていうとね、これ銀行とかで買ったらダメですよ、絶対。わかります？なんでか。これをまず考えれる人はね、絶対に大丈夫です。銀行に買うと、さっき言ったように高い商品ね、売りつけられる。あと、売買手数料とかね、カウンター利用することでフィーがね、発生します。だからコストが高いんですよ。コストが高い、本当に。高い商品ばっかりね、おすすめ。進められるんですよ。だから、絶対ダメ。例えばね、その中にも安い商品あるんじゃないかとかね、相談に行けると思って行く人が多いんだけど、相談に行ってもね、おすすめの高い商品買わされるんですよ。だから相談に行くだけ無駄ですね。で、僕はね、そういうのはね、めんどくさいしね、昔地銀にね、地銀の、銀行で相談を受けたんだけど、大体ね、コストが 1.5% からあるやつ。で、買い付け手数料がかかるっていうのを、どこの銀行も大体進めます。最低 1.5% で買い付け手数料がかかるものを進めます。なんでかっていうと、うまいじゃないですか。1.5% と買い付け手数料が例えば 3.25% とかでね、5% 超える手数料を、1年目取れるんですよ。1年目ね。だから、例えばね、1000万、1000万じゃなくてもいいか、1000万で 5% って言ったら50万なんですよ。1年目、手数料。めっちゃ高いじゃないですか。
100万だったら5万、1000万だったら50万、500万だったら25万。25万取られるんですよ、みんな500万で。めっちゃ高いでしょ。そんなバカらしくないですか。だから絶対やめた方がいいです。で、まあ、僕が何言ってるか分かんない人は、もうね、銀行でとか、そういうね、郵便局とか、まあ、地銀も含めてね、窓口で買っちゃいけないってことね。もうこれだけ覚えておいてもらったらいいです。で、2つ目、どういうね、商品を買うか。ちょっと1つ目消さないといけないね。これ消して、2つ目ね、どういう商品を買うかなんだけど、これ皆さんどういう商品買います？おすすめの商品ですとか、そんな聞いちゃダメですよ。おすすめの商品って言ったら一番高いのを買わされますからね。おすすめいい商品はどれですかとか。それ銀行にとってはいい商品かもしれないけど、お客さんにとっていい商品じゃないですから。そういうのをね、間違わないようにしてください。基本的に、まあ、営業されてる方はわかるんだけど、おすすめの商品とかいい商品って言われたらね、自分たちが売りたいものをね、絶対これ売るんですよ。これ別に僕銀行を批判してるわけじゃなくて、絶対みんなそうなんですよ。自分たちが一番売りたいもの、これがおすすめって言って売るんですよ。だから、これ絶対ダメ。どこでもダメ。どこで聞いてもダメだからね。銀行でも別にね、なんか、携帯ショップでもね、一番おすすめは何ですかとかね。まあ、携帯ショップでおすすめで高いものってそこまでないですけど、あんまりね、おすすめとか言ったら、じゃあ、例えば、これにね、これも加入して、あれも加入して、これもとか言って、超高くなる可能性あるけど、ただね、まあ、銀行ほどではないですね。銀行はとりあえずね、利益出さないといけないから、もうね、高いものを売りたいんですよ。で、どういう商品を買うかって言ったら、これ、さっきも言ったかもしれないけど、これ、安いものを買うね。絶対安い商品を買う。安いっていうのは、価格が安いっていう意味ではなくて、コストが安い商品を買う。わかります？だからつまりね、信託報酬とか買い付け手数料がね、信託報酬が安くて買い付け手数料がないもの、これを買うことね。いいですか？もうこれだけ覚えておいてください。で、次いきます。で、次がね、この2番から3番つながってるんだけど、じゃあそのコストってこれどんぐらいを見ます？コストってどれぐらいを見ます？これね、僕がね、もう結論言いますね、結論。結論は、これ1.0%より低いものね。これより低くなかったらダメだから、まあ、0.9%ぐらいの商品までの商品を買えばいいと。これ絶対これじゃないとダメですね。で、これはね、まあ、インデックスなんだけど、インデックス以外で言うと、これインデックスね。これインデックスね。インデックス。これインデックスなんだけど、インデックス以外で言うと、まあね、大体0.5以下ね。インデックス以外で言うと、大体0.5以下。あ、ごめん、こっちがあれ、インデックスじゃない。間違えた。こっちがアクティブね。間違えちゃったよ。コストで、これを消して、コストね。コスト1%以下ね。まあ、理想は0.9なんだけど、これがアクティブね。ごめんなさい、アクティブ。0.9%とか、このあたりがおすすめですね。これが、アクティブね。書きにくいな。これがアクティブ。で、それに対してインデックス、今話そうとした、インデックスね。インデックスってここかな。ちょっと違うかもしれない。インデックスは、まあ、これ0.5より小さいもの。まあ、0.5ぐらいでもいいんだけど、これよりね、小さいもの。最近ね、もう超安いものがいっぱいあるから、0.1、なんとかね。まあ、18とかね。0.18とか0.17とか、これぐらいのがいっぱいあるから、もうね、こういう安いやつ、0.18とか買ったらいい。だってこれとこれだったら、単純に10分の1じゃん。10分の1。10分の、あ、これ逆にした。こっちからこっちだったら10倍だけど、1%から0.1だったら、これは、10分の1になってるし、こっちは10倍ね。0.1%と1%だったら、これ10倍の差、10分の1になる差があるから、これコスト全然違うじゃんってことで、まあ、アクティブは基本的にやめてもらって、だけどアクティブ欲しい人がいるから、0.9%ぐらいのものまでにしてください。で、基本インデックスで運用する。インデックスで運用したらね、結局こう、なんだろうな、こういうふうに、
インデックスの場合、こういうふうなね、チャートになるんですよ。だから、例えばね、ここで買って、ここで買って、ここで買って、で、今、ここなんだけど、ここでもじゃあちょっと買ってみて、で、こうやってね、毎月定期的に買っていくんですよ。で、定期的に買っていって、じゃあ、それで、なんか2年後とか伸びて、ここになってたと。じゃあ、今まで、買ったのやつが、なドルコスト平均法で買ったやつが、平均がこの辺になってるから、これ絶対明らかに得なんですよ。こんだけ得になってるっていうね、ところがあるんで、インデックスはこういう感じで、基本的には右肩上がりで上がっていくんで、積み立てていく。そういうね、手法が取れます。だけど、アクティブファンドって、インデックスが例えばこういう風になってても、アクティブファンドってどういう動きするかというと、上がるときは結構上がるんだけど、下がるときはめっちゃ下がって、その後こうなんか上がらない、上がらない、上がらないで戻ってくるみたいな。で、こうなってくると。だから結局ね、これ短期で見てるけど、このじゃあインデックスがじゃあさらに上がっていくかなって感じで、で、このアクティブが遅れて上がっていくんですよ。で、これも上まで上がるかどうかわかんないし、このままね、資金流出が続いて、下になって、この低い位置をね、ずっとね、停滞するものもあるんで、結局、アクティブっていうのはこのね、インデックスに比べて波がでかいんですよ。波がでかい。つまりインデックス以上に上がったり下がったりするんで、コントロールしにくいと。だからアクティブは基本的にやめた方がいいですね。ただ、もしね、アクティブ買うとしたら、こういう下がったところをね、暴落ドカーンってして下がった時に、ここの幅を取りに行くと。じゃあ実際ここの幅、アクティブの幅っていうのは、ここの幅よりでかいから、例えばでかかったりして、インデックスに勝ってるじゃんっていうこともあり得る。ここの幅とね、ここの幅とここの幅だとどっちがでかいかな、みたいな感じで、たまにね、勝ってることがある。だから、本当にこれ注意してほしいです。基本的にはね、インデックス運用でいいと思います。インデックス運用をこういうふうに、長期でしていったらね、こうやって上がっていくんですよ。だからここで買って、低いところで買って、高いところで買って、今ここだとしたらね、うわ、これもう損してるわ、とか、この時点で思うんだけど、これがね、またどんどん上がっていって、ここで買って、この安いところで買って、ここで買って、ここで買って、ここで買ってってして、その後ここのに立った時ね、自分が山のここに立った時、今まで買ってきたものを平均したらこれぐらいじゃん、みたいなね。ってことは、利益はこれだけ出てるんですよ。この縦に引いた線分出てる。だからこれ相当ね、やっぱりインデックスの方がね、僕はいいと思います。もちろんインデックスでもね、ずっと下がり続けることあるんだけど、アクティブの場合はね、もうこういう感じなんですよ。もうはみ出しちゃって、書けないみたいな。が結構多いんでね。そういうことを考えると、インデックスで下がったところに難品して、この辺りで売って、もう一回買って、この辺りで売ってとかね。これ難品しながらね。で、また下がったら、またこのままどっかで買ってとかね。で、もちろんこれを買っといて、長期保有、ホールドして、今のどうしようかな。ちょっと狭く書くと、こうなって、こうね。ここで買って、ここで買って、ここで買って、長期ホールドしながら、まだ下がるでも買って、で、今度良くなった時に、この辺で売るとかね。で、もう一回ここでも買っといてね。こういう伸びるんですよ。だから、ここで貯めた分っていうのは、結局この後に生かされるから、こういうのね、うまいんですよね。美味しい。稼げるっていうね、ところがあるんで、しっかりね、自分で勉強して得られる方がいいです。銀行とかで行ってね、口座開いたりしてね、銀行員の言うね、行員の言う通りしたらね、ダメですね。もう手数料高すぎて、本当に。あと、運用についても教えてくれない。いつ買って、いつ売ったらいいの？それも教えてくれない。基本的に、あるお金、全部銀行に入れてほしいわけなんですよ。なんでかって言ったら手数料取れるから、全部入れてっていう思ってるんですよ、銀行は。で、給料出たらそこからね、積み立てしていったらとかね、そういう感じで。でも、いつ売るか教えてくれないっていうね。最低なあれなんですけど。で、お金なくなってもね、基準価格を当ててね、売れない、売ったら損失出るからどうしようとかになってね、お金ないけど、崩したいんだけど、崩せないとかなっちゃうんですよ。そういうのがね、すごく横行しててね、僕はお勧めしません。
ということで、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、今日の動画見てね、いいなと思った人、チャンネル登録本当によろしくお願いします。あと高評価もお願いします。最後にコメントいただけたら僕はもっと嬉しいです。ということで終わります。ありがとうございました。